では、まずあちらの缶ジュースをご覧ください。お？こっちが呪力で、こっちが術式。なるほど、わからん。そうだね。呪力を電気、術式を家電に例えようか。電気だけじゃちょっと使い勝手悪いでしょ。だから家電に電気を流して様々な効果を得るわけ。こっちはただ呪力をぶつけただけ。こっちは呪力を術式に流して発動させた呪術でねじったの。つまりこれからチョベリグな術式を身につけると。いや、ユージには呪術は使えないよ。え？簡単な式神とか結界術は別として、基本的に術式は生まれながら体に刻まれているものだ。だから呪術師の実力は才能がほぼ8割って感じなんだよね。大丈夫？いや、俺もサンダーとかファイヤーとかパワーボムとかできると思ってたから。パワーボムはできるでしょう。大仁田か。ダメだこりゃ。霊眼とか挽回とか螺旋眼とかドドンパとか。今は使えないだけ。そのうち君の体には宿儺の術式が刻まれる。